どうも、ハイチです。今回はですね、こちらの冊子なんですが、YouTube を社会のためにという冊子があります。こちら Google が出しているものなんですけど、おそらく見たことない方が多いと思います。逆にあったらびっくりします。個人的にはなぜかっていうと、これ本屋さんとかで売ってるものではなくて、無料で配布してるものなんですけど、個人に向けてのものではなくて、企業とかあとはメディア関係の方とかに、お配りしているものです。でどんな内容かっていうと、日本初 YouTube 事例集ということで、 YouTube にはこういったものがあるよ、こういった活動があるんだよって、こういう動画があるよっていう紹介をしていただいている冊子なんですね。でさっきドンってやった時にヒカキンさんがこうやってドンってなってたと思うんですけど、今回こちらの冊子に自分のこのチャンネル、とある男が授業をしてみたが載せてもらうことができました。驚きです。はい、ですごく嬉しくて、それがでヒカキンさんとかと並べて出させてもらったん でそれを嬉しかったよっていうちょっとした自慢報告もあるんですけど、ちょっと共有したかったの、これ嬉しかったからもあるんですけど、これをお受けした時にちょっといろいろ思いがあって、自分の中でもでその思いを少しだけ皆さんに共有できたらなと思って喋らせてもらいますので、よかったら最後までお付き合いください。ちなみに一つクイズなんですけど、今世界中で1ヶ月に YouTube にログインする人数ってどれぐらいだと思います？何人ぐらいの方が1ヶ月に間にログインするかって、これ答えがなんと20億人っていう、ちょっともう意味わからないですよね。で実はもう一個数字で俺意味わかんないのがあって、1日の視聴時間です。1日ですよ。24時間の中で視聴される、世界中でね、視聴される時間って何時間でしょうか？5、4、3、2、1、0、はい、10億時間以上らしいです。意味わかんなくないですか？10億時間、だからそれぐらい世界中でも多くの方に使ってもらってるが、YouTube なんですね。じゃあ日本ではどうかっていうと、例えば18歳から44歳の間で YouTube を利用している人がなんと3000万人います。3000万人で、チャンネルにちょっとスポットライト当てると100万人を超えてる、登録者100万人だから金の盾がねもらえる、資格があるチャンネルが170以上で、これはちょっと前のデータなので、きっとおそらく増えてます、もっとね。だから日本国内だけで考えても、そういう大きなチャンネルっていうのがこれだけある、YouTube 日本でもすごく盛り上がってるっていうのが数字を見ても分かりますよね。でその数字が載ってる後に、まず、YouTube の顔ですね、ヒカキンさんです。ドーンっていうヒカキンさんのインタビューが始まります。でこれちょっと詳細ね、細かいのまでバーンって出せないので、心苦しいんですけど、すごく、ヒカキンさんだなって読んでて、あ、俺も頑張ろうって思う、本当そういう方なんですよね、ヒカキンさんってね、で思って読ませてもらって、ヒカキンさんのインタビューがあると、でその後からこういったチャンネルがありますよっていう紹介が始まるんですけど、まず最初がフィッシャーズです。フィッシャーズの皆さん、まだ私はねちょっとお会いしたことがないんであれなんですけど、フィッシャーズの皆さんが乗ってて、そして次が、カンアキちゃんですね。カンアキチャンネル、これはちょっと自分のこの視聴者の方だとあまりピンとこないというか、ちょっと世代が違うんでね、わかんないかもしれないですけど、めちゃくちゃ大きいチャンネルです。で個人的には、昔からチャンネルは知ってたので、めっちゃ大きくなったなって思いました。もうおじさん目線ですよね。本当大きくなったんですよ、カンとアキちゃん両方ね。でその後に、うちのチャンネルですね、ハイチがこうやって載せてもらってます。ここだけちょっと細かく出していいということなので、少しもしかしたらね今画像出してるかもしれないんですけど、で後ろにも、もちろんいろんなね、例えば J リーグの活動があったりとか紹介もあるんですけど、この前お世話になった東海オンエアの皆さんが載ってたりとか、あとは、バイリンガールチカさんがこう載ってたりとかしてて、こういった方と一緒にというか並べて紹介させていただきました。あまりこう伝わってないかもしれないんですけど、自分で言うのもなんですけど、本当にありがたいことというかすごいことなんですよ、本当に。なので嬉しかったよっていう、やったよっていう報告でございます。でここからは少しだけね、ちょっと思いを喋らせてもらえたらと思うんですが、皆さんこちらの YouTube を社会のためにと言われた時にしっくりきますか？この言葉、 YouTube を社会のためにと言われて、もしかしたらうちのチャンネルを見てくださっている方は、自分みたいなね、授業勉強チャンネルとか授業チャンネルの存在、自分だけじゃなくて他もいっぱいあるんでね、を知ってるので、あ、そういう使い方もあるよねっていうのが、こう、うん、わかるわかるって言ってくださる方が比較的多いかもしれないですけれど、例えばじゃあ皆さんの周りの、お父さんお母さんでもいいですし、
あとは YouTube にあまり親しみのない、まあ、知り合いというか方にこれを言ったらきっと何言ってんの、 YouTube ってあれでしょって、変なことなんか面白かったり変なことしてお金稼いでる人でしょみたいな、印象を持たれてるというか言われることも多いと思います。正直一クリエイターとして見た時にも、YouTube、まあ、全部もちろん見てるわけではないですけど、そういったクリエイターがいるのも事実です。それは社会的にそんなことしていいのっていう、方もいます。それは事実で、結局はそういった方が、メディアに取り上げられてしまうので、まあ、印象がそっちの負の方の印象に行ってしまいますよね。 YouTube を普段深く使ってる方はそういうのもいるけど、でもそうじゃないのもいるよって、まあ、政府両方とも分かってくださってるんですが、どうしても負の方だけしか知らない方も多いので、なかなかこの言葉 YouTube を社会のためにという言葉はまだまだ浸透しきれてないのかなと思います。ただ今回このお話をいただいた時に、もちろんその時は他に誰が紹介されますよなんてことは知らなかったんですが、自分は、まあ、この活動を始めてもうすぐ8年経つんですね。でやっぱり初期の頃に比べれば風向きは変わりました。 YouTube に対するだいぶ、まあ、いい認知もされてきた方だとは思いますけれど、まあ、こういう事業チャンネルをやってたとしても、まあ、向かい風というかいろいろね誹謗中傷にさらされることもありますし、さっき言ったような認識をされていることも多いので、自分以外にも本当社会のためだったり、まあ、子どものため何かのためって思って活動している方って本当にいるんですよ。でそういった方がもっともっと活動しやすい場やってても、そう社会的に、YouTube やってんのみたいな言われないようなよふうになったらいいな。でそれの微力ながらお力添えができるんであれば、ぜひ載せてください、使ってくださいっていうことでお受けしました。まだまだ道のりは長いです。おそらくそんな一気にね、その劇的に YouTube の印象がコロッと変わるようなことはないとは思うんですが、やはりクリエイター側がねしっかり意識をして、動画を作っていく、配信していく、まあ、それとともに、見てくださってるリスナーの視聴者の皆様、まあ、ユーザーはね動画を自分の動画を使ってくださってる皆さんが同じような認識で、いてくれて、正しい配信の仕方、正しい使い方っていうのを、一人でも多くの方がしていくことで、徐々に徐々にこういう YouTube を社会のためにというか、こういった認識もされていくんじゃないかなと思っております。まあ本当ね、まだちっちゃなチャンネルですし、そこまで影響力のある人間ではないんですが、これからも配信していて、なんだろう、社会のためになってるよと、そういう動画もあるよねってプラスの方の印象を持ってもらえるようなチャンネル運営をしっかりこれからもやっていきますので、ぜひね皆さんもお力添えいただくといったらちょっと生意気になりますけど、一緒にそういった方向を向けていけたらと思っております。どうか今後もよろしくお願いします。はい、ということで今回はこちらの冊子に出してもらって嬉しかったよという報告と、まあ、ちょっと思いを喋らせていただきました。ここまでご視聴いただきありがとうございました。